103万を超える方も結構多いと思うんですよね。学生さんの場合の103万円の壁というのはちょっと実は違うんですね。親に怖いことが起きてぐちぐち叱られたりすることが起きるんですよ。30時間以上働いて健康保険に入れてもらうようにしましょう。どうも、しゅんです。こんにちは。筑波大学修士2年生のバラマツです。ということですね、今回は日経さんとのコラボ企画ということで、日経編集部の田村さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。日本経済新聞の田村と申します。私は日本経済新聞で、投資信託とか、社外の話とか、年金とか医療とか、社会保険の話とか、要するに個人のお金、で資産形成をどうするのかという記事を主に書いているんですが、僕じゃなくてむちゃくちゃお酒飲むだけじゃなくてむちゃくちゃ飲みたかったんです。分かるとできれば違います。まあ、そういうことです。今回はですね、隔週で日経さんとのコラボ番組を配信していくということで、経済であったりとか世の中のことを知ってキャリアの選択であったりとか、大学生から知っておくべきことをちょっと学ぼうという番組になっております。身近なトピックから今回は扱えたらなと思ってまして、皆さんアルバイトとかされてると思うんですけど、よく言われる103万の壁ってあると思うんですね。今回はその103万の壁について取り上げていけたらなと思ってます。ちなみにバラマツは103万のこと聞いたことありますか？あります。めちゃくちゃバリバリ働いてたので、はい、超えないように気をつけてました。103万円の壁を超えるとどうなるってよく知っていました。やばいよやばいよって言われたので、やばいんだ、どんな怖いことが起きるかは分かんないけど、とにかくやばい。そうだね、常識の一つだね。ということ で実際にバラマツが大学生の時に働いてた時の給料明細も持ってきてもらったので、ちょっと一旦出していただいて、こちらです。バッチリ金額も書いてあります。この時は9日間出勤をして振り込まれたのが 56,274 円、時給は 1,030 円っていう。皆さんもそうだと思うんですけど、実際に振り込まれる額から税金とかもろもろ引かれて給料入ってるじゃないですか。でも自分で税金払ってるわけじゃないから、税金とかお金に興味関心がない人が多いと思うんですね。ちょっとそのあたりも含めて今日は田村さんにちょっと解説いただけたらなと思ってます。ということで、田村さん、103万の壁って何ですか？よく言われている103万円の壁というのと、学生さんの場合の103万円の壁というのはちょっと実は違うんですね、はい、普通の大人の人がやっぱり103万円の壁って気にするんですけど、それは何かというと、103万円を超えると所得税がかかり始めるので、うん、それまでに抑えようというのが大人の人が103万円の壁なんです、はい、ただ大学生の場合は勤労学生控除という大学生向けの控除があるので、それが所得税と27万円なんですね。だから大学生の場合は103万円プラス27万円で130万円まではですね、実は所得税はかからないんです。じゃあですね、大学生の人103万円を超えてバリバリ働いていいのかというと、103万円超えると怖いと思っていますね。怖いよ。さっきも言ったように103万円超えても勤労学生控除の適用になるので、本人には所得税かからないんですけど、税金と社会保険を考えるときに自分だけではなくて親の負担も一緒に考えるということが大事なんですね。どういうことかと言いますと、親は皆さんのように子供を扶養しているとですね、扶養している控除というのが親の税金から引かれて安くなるんです、その税金が。で、19歳から23歳未満だと特定扶養控除といって、親は63万円分税金の対象がちっちゃくなるんですね。で、皆さんの給与収入が100万円を超えると親の控除になるんです。ということは親の、税金の枠がほっと63万円広がるんですよ。税金って累進性って言って、高い収入の親御さんののが税率高いんですけど、例えば所得税 20% ぐらいの税率の親御さんであればですね、63万円なくなると年間で17万円強ぐらいですね、リテールがボコンといきます。家庭で考えるとギリギリのラインだとやっぱり働かない方がいいんですね。皆さんの収入が1万円増えると
逆に親の税金が10年の間に増えちゃうので、家族全体の手取りがガクッといっちゃうわけですから、これやっぱり気にした方がよくて、これが、まあ103万の壁。親の控除がボコッとなくなるのは、皆さんの収入ではなくて、所得が48万を超えるとボコッとなります。収入と所得の違いって何ですか？給与収入になってないというと、給与所得控除っていって、皆さんの給与収入から、皆さんの給与所得を引いて、残りが所得。経費みたいなのが控除って。つまり、入ってくるお金から経費を引いたものが所得っていうんですね。そうです。で、でも経費って基本的になくないですか、大学生のアルバイトで。一般的にないと皆さんにおっしゃるとおり、だからでも、サラリーマンだって実は、スーツ買ったり、熊買ったりしているじゃないですか。はい。それ経費じゃ経費なんだけど、一日そんな全部計算して出させてこられたらめんどくさいんで、みなしの経費みたいなものを、もう一律で決めないんですよ。へぇー。だから、皆さん、給与収入に当てられたら、実際には経費かかってなくても、はい、給与所得控除というみなしの経費が、自動的に50万円も引いてくる。へぇー。税金かかる分は48万円。48万円。そういうことか。結論を103万を超えなければ大丈夫ということですね。ちなみにですね、その103万を超える方も結構多いと思うんですよね。実際バラマツも今年超えると思うんですけど、103万を超える場合、働き手にとっても、まあこのラインだったら、まあ大丈夫だろうっていうライン。いくらだと、なんかいいとかってありますかね。いくら以上だと。103万円を超えると124万円で住民税、130万円を超えると所得税もかかり始めます。それだけじゃなくてですね、130万円以上になると親の会社の健康保険の扶養から外れちゃうんですね。でその場合、学生が週30時間以上働けば原則自分の働いている会社の健康保険に入れて、保険料は会社と自分の折半になります。でも週30時間未満だったら、自分たちで自治体の国民健康保険に加入して、この場合保険料を丸々払わなくちゃいけないので負担が大きくなります。130万超えて働くんだったら30時間以上働いて、その会社の健康保険に入れてもらうようにしましょうと、それが結論になります。なるほど。ということですね、今回は103万の壁って何っていうことをテーマに田村さんにお聞きしたんですけども、次回は税負担を減らすっていうことをテーマに田村さんにお聞きできたらなと思ってます。で、税負担を減らすにあたって、今から大学生ができる投資の方法についてちょっと取り上げられたらなと思ってます。日経新聞社さん関連のメディアでもコラボの配信の下の概要欄から配信されていると思うので、よかったら覗いてみてください。ということで、今日はありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。